初めて諸葛亮を操作するアキミロです。はい、三国志 TPK 続きやっていきます。前回はね、何度か賞は取れたんですけど、その後の陳留では敗北しました。そして孫権も可否落としに行こうとしてたんですけど、なかなか落とせないみたいですね。あ、でも劉備と孫権が共に曹操を攻めている形は悪くないです。ただその孫権との同盟ももう切れそうなので、延長同盟をお願いしたいと思います。同盟伊関さん行ってきて、まだ6ヶ月近くあると思うんで、5ヶ月か、私自ら行かなくても大丈夫なはずです。でこれからどうするかだな。この部隊数やべえな。とりあえず巨匠に戻ってきました。どうすっか。お、諸葛亮なら多い、登用できるって言われている。ではやっちゃおう。引き抜きだ。どこにいるんだろう、多い。ジョナンか。行きましょうか。4日でよかった。もっと遠かったら困りますもん。訪問、大井さん、捕虜ですね、登用。策は全身全霊を持ってお使いします。これでどうしよっかな。とりあえず報告、あと本拠に投資枠あるか。月へよろしく。報告します。私自身すぐ出陣したいんですけどね。まあ巨匠でも兵いっぱいあるな、できるな。よし、巨匠に戻って出陣しましょう。我々は孤狼艦を狙おうかな。今なら大丈夫でしょう。左からでも来てるな。まあでもだいぶ距離あるし、大した数じゃないな。ここが怖いんだよな、ここが。すごい右にも配置してるし、神竜恐ろしいな。ここはいけそうだな、劉備軍。いいな、勝敗攻めてる間に我らは、じゃあ孤狼艦に向けていきましょうか。配給がまだね、全回復してないうちがチャンス。もう残念ながら我ら武将が、大した人がいなくなってきてる気がする。分散しすぎて。まあいい、それでも行こう。兵は軌道なり、兵は軌道なり、行くぞー。すげえ右に行ってる。わあ、長領が出てきたー。1万1000か、でも1万程度か。よしよし、きっといける。始めましょう。ここには関羽たちもいますからね。我らで孤狼艦落として、なんなら洛陽まで行っちゃいたい。関雲長の部、はい、城門突破。孤狼艦あっという間に破壊です。あとは敵部隊を倒すのみ。狙え。劉備たちも勝敗回り頑張ってるみたいです。あとは軽動営のみ。みんなタコ殴りだ。攻撃攻撃、行け。1万ちょいの兵があっさり溶けていく。 OK、 これ洛陽いけるかな。なんなら右下の報告見てたら、陳留に甲冑出陣とか書いてあったんですよね。はい、孤狼艦取り戻しましたと思ったら、なんか3100も来てるな。もう陳留やっぱり攻めてる。さすがにその辺数は無謀ってもんですよ。でも勝敗の方は元気元気だな。で、可否の方も戦い入ってて、兵数は圧倒的に孫権の方が上。よしよし、もういろんなところで戦いが同時に起こってますね。なぜ孤狼艦の中じゃないんだ。また孤狼艦後ろの部隊に取られちゃうな、これ。もうこのパターン多い、本当に。関雲長の部、戦慄とともに死ね。はい、あっさり長春か倒しました。孤狼艦取られることなく倒せましたね。よしよしよし、あっちゅう間の決着。後ろからでも2万7800とか来てるな。まあでも関係ない、我らはこのまま行くぜ。あれ、後ろから来てくれないの。そっち行っちゃう。そっち行っちゃう。
いやトトクは絶対嫌です。すみません、同盟できなくなるのは困る。嫌ですわ。お、こんなところ藩士がなくなった。寿命か。あ、龍拳が脱走してくれた、ラッキー。お、当該誰かでも発見いってる。当該仲間になったら嬉しいな。ちょっと縁からも武漢に向かって出しちゃいます。今なら武漢多分いけると思うんですよね。頼むぞみんな。必ずや、今ここ戦火をこの手に。泣くよ利点通ろうとしてるみたいなんで、近づいてきたら私ちょっと離れます。今だ、離れる。五郎館に下がる。やつが上にすり抜けていったらと思ったらこっち来た。ちょっと待った、みんなあっち行っちゃってる。すごい数だけど、どうしよう。これ何部隊？3部隊か。我らも3部隊なんだよな。味方いないときついな。これは何かしてあげたいんだけど、ここは防衛1部隊か。きついよみんな。コロカンちょっと1回譲るしかねえ。これかっちゃんどうしよう。武漢行く？だいぶ遠回りだけど、いやあえてこの後ろの部隊が通り過ぎるのを待つか。多分コローカー落とした後向かうでしょやつ。やったー、当該仲間入りでーす。よしよし、やつがあっち行ったんで今のうちにコローカーに行きます。取り返します。これでスッとね、スッとコローカーいただいちゃって再び泣くようにレッツゴーだけど、まああんだけ兵たまっちゃったらさすがに出てくるな。舞台が武将いるよな。ゴって書いてあるし、あー旅券が利点に打たれた。でも武漢の方も邪魔はされてないな。はい来たー、そうそう出てきたー。始めましょう。いやーこの戦力では勝てないな。誰か一緒に来てくれないと。後ろから援護来てくんねえかな。連関係たまには砲塔頑張って敵の防御力を下げる。なんか一部隊あっさり倒せちゃった。ずいぶん弱かったな。式の問題か。ここで止まる。長領ももう倒せちゃったの。マジで早いな。そうそうとか、もうこっち来ようとしてるな。まずここを取っちゃおう。よし、相手に戦術を使わせるわけにはいかない。こっちが使う。の神王、そして見せいたしましょう。あちら縄文も突破するんだ。はい、最後の縄文突破です。そうそうが下がろうとしてる。いや向かってきてる。足速えな、さすがそうそう。しかし恩人はもらったーって言いたいけど、そうそう倒そうが早いかな。さっきなんか砲塔の連関係やったらめっちゃ壁のように溶けてったんですよね。これで一気に減らせるか。減らせる減らせる。すげえ砲塔の戦法、今初めて分かりました。砲塔の戦法やべえ、超優秀だわ。これでラッキー落とせたんじゃないか。おーやったー、すぐ後ろに援軍来てたけど。いやていうかまだいるし、これダメだー。あでもあれは待機になってるな。出たー、落葉の戦いじゃない、落葉周りの戦いだ。もうこうしてる間に落葉また取られるんだよなー。お、叩くはずり的に逃げましたね。何もできなかった。急に戦闘終わったからなんだと思った。よし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 、落葉はゲットできた。こっちもなんだかんだ押してんじゃないかな。うん、勝敗もう押してんじゃないか。これ可否は負けてるな。でもここに舞台あるからな。孫権も頑張ってくれ、我々も頑張るから。あでここも一応待機状態だから落とせそうだな。どうしよう、とりあえず私自身は特に動かなくていいか今。
お、同盟 100% になってる。頑張れー。まあ、せっかくなんでね、ちょっと近くのところでも取っとこうかな。さすがにね、ぼーっとしてるのはもったいない気がする。今のところ、お、下がってった。遠回りして援護に行こうとしてる。孫権軍とリュウグ軍の同盟関係が失われましたって、なんでー。ちょっとこれは孫権軍との同盟でしょ。時期が来ただけか。早く同盟完成させてくれわ、しまった。河南に一部隊敵が突っ込んできた。あ、でも一部隊だけか。本当にだったら勝てる。宝刀の戦術使って一気に型をつけます。はい、速攻終わりました。やっぱ宝刀の連関係すごい強い。一気に防御力をね、もう紙のように溶かしていきます。よし、なんか韓国艦の周りにいた部隊もいなくなってないか。これ上から迂回していこうとしているから大丈夫でしょう。武漢も落とせそう。敵に寝返ったものがおります。秦王が寝返っただと。秦王さんよ、なぜだ。今劉備軍イケイケだよ。はい、武漢も落とせました。オッケー。あー、ちょっとそこにいてもらうか。でも相手3300か。ちょっと米一回補給して、やつ倒せないかな。よし、カナーはゲット。ここ賢人だけか。無理していいや、やんなくても。韓国艦を先に落としちゃおう。落とすぞー。王将早落とした。リュウビやったじゃん、素晴らしい。リュウビ軍の勢力使命が達成されました。それはいいんだけどさ、マジ早く孫権との同盟早くやってくんねえかい。孫権 S 陣してて会えないとかなのか。いや、いつ攻めてくるかわかんねえぞこれ。敵軍が我が領内に向け出陣しました。勝敗狙って想像が出陣。これか。大した数ではないな。てか孫権が結局負けちゃったの。孫権マジか。でもすぐ真下にいるけど。あ、なんか報告がなかったんですけど、劉備軍と孫権軍が同盟ちゃんと成立してます。よかった。ここの要請が消えたんでね、あれって報告ねえぞと思ったんですけど、ちゃんと履歴には残ってました。これでしばらく孫権大丈夫だな。はい、やっと韓国艦落ちました。オッケー。とりあえずちょっと米プラス士気も上げたいから楽より戻る。どうしよっかな。何このすごいの。効能には正直ちょっと行きにくいかな。それよりも上の家内とかの方が落としやすいんじゃないでしょうか。機関兵はいないけど将兵がいるのか。報告します。我らはかなり行きましょう。ここで士気を上げて、おーし、序書隊も倒した。素晴らしいよ。 どうしよう、一気に行っちゃうか。あちらへ。どうだ、でけでけで。ちょっと待った、援軍来るかな。ちょっと初っちゃんが足早すぎるな。次の足並みを、あれ、ちょっと待った、可飛動の士気が意外に上がってない。ちょっと一回ここ制圧しよう。制圧開始。敵が結構出てきてるな。そして仲間も増えてる。あとちょっとで賃料落とせそうだな。上から長江たちも動き始めちゃったんで、ちょっと下がろうかな。いかんせんこの舞台、義援とかカウとか長飛とか長雲とか強い人が誰もいないんですよね。むしろ高能の方行くか。あちらへ。ほとんどの舞台がもう右に来てるから、高能の方だいぶ隙ができてきてる気がする。もう左から来てないし。ちょっとまた、ショカッチャーンは足速いんだよな。あちら、どんどん先行っちゃおう。相手が迂回してる最中に我らは功能をいただく。リュウビ様頑張ったおとりになってて、我らはその間に功能行っちゃうから、制圧せっかくだからしてから行こう。よし、今だ。ここには次の手です。舞台という舞台が全く、あー全くいました。くー、本
当に大変だな。でも武将がちょっとずつ増えてきてるな。よし、ちょっと下がろう。手です。あれ、そこに布陣なの。でもやつがすり抜けてくでしょう。すり抜けていけば OK。 OK、 今のうちに我らは行動を攻める。はい、行動を舞台出してきました。でも耐久はだいぶ減りましたね。なんとかな、各攻撃派で倒せないか。お、医療がある、素晴らしい。敵はバラバラに攻めてきてくれてますね、ありがたいことに。よし、おと連環系だ。我が作披露し皆の者。見たー、すごい。あっという間ですよ。見ましたか今皆さん、敵の減り具合半端ねえわ。よーし、敵がまた出てくるか。いや出てこねえか。じゃあ突っ込むか。ゾー正気だ。はい、縄文突破です。なれ込め。どうしよう、弓隊は引き続き破壊しといてもらおうかな。次の手です。いくぞー。よーし、破壊完了。ならばみんな本陣に突っ込め。あれ、長方が微妙にずれてたな。いや、ちょっと待った、先にこいつを倒しちゃおう。長方も倒したいんだよな。これは海洋か。いや届いてない。ほうとう、ちょっと長江の方まで行ってくれ。ほら、おののけ。おお、なんか敵なっちゃらって、うわー、なんか強いやつ来たー。痛い痛い痛い。でも倒したー。あちらへ。よし、ここだ。連関係。これで一気に下げる。いけー、長江フルボッコだ。示すのはこっちだー。士気もそろそろ下げられる。よし、人生やつで相手の士気はダウン。よし、チョコ壊滅。残りは2部隊のみ。自ら出てきた。老練の戦術というものじゃ。老練の戦術というものじゃ。もう一個の陣も壊しに行く。さあ、砲塔を再び連関係。すごい勢いで本当兵士がいる。マジで連関係強え。ほうとう、今まで使ってこなかったのをちょっと後悔するぐらいに超強え。もう別格なんですけど、ほうとうの連関係。我が作披露しよう。はい、終わり。連関係してからマジであっという間になくなる。はい、これにて行動陥落です。よし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 。いやー、舞台が分かれて戦えるようになったのが大きいな。神竜がおとりになってくれてる間にね、私は洛陽河野とどんどん左にね勢力を広げることに成功しております。孫権は再び攻めてんのか。でもなかなか攻め落とせない状態のようですね。曹操もしぶとい。この部隊数がやべえな。我らはどうしよう。このまま長安の方まで行っちゃうか。勢力を落としに行くか。でもな、この近い距離の都市が正直欲しいっちゃ欲しいんですよね。城東は1万2000あるのか。そうだな。相手、あ、この一部隊来ようとしてるのか。ちょっとあの部隊は倒さなきゃいけないんで、ちょっとしばらくね、周り取りながら様子を見ます。おっと、中山異民族が落としました。やるじゃん。まあどうせすぐ取り返すでしょうけど、曹操軍が。はい、敵部隊が突っ込んできました。5500です。大した数じゃない。始めましょう。速攻倒します。はい、敵の本陣制圧です。5500も倒すことなく終わっちゃいました。ふう、余裕。そしてすぐ目の前にまだ部隊が来てます。てかその後ろに曹操1万6000も来てるな。でもこれ全部倒しちゃえば、上昇2万も来てるか。1万9700もあるか。まあでもだいぶ西側の兵数はね、ここで食い止めれば減らせると思います。順々にかかってきやがれ。全て倒す。始めましょう。隙はなかったな。はい、あっという間に終了です。
もう基本的に宝刀の連関係しかしてません。よし、ちょっと米があれか、若干下がって効能で米を蓄えてから次行きましょうかと思ったんですけど、あれ曹操たちここを守りに来ただけなのか。でも今だったら曹操相手でも関係なく余裕で勝てちゃう気が。あ、お上等めっちゃ好きだらけじゃん。どうだろう、曹操たちどう動くかな。でぐでぐ、あ、解散した、いなくなった。トトク嫌です。すみません、絶対にトトクはやりません。制圧なんかしなくていい。もうガンガン先に進みながらチャンスと見たら私は、ちょっと待って、スキップしないで何になるか見ましょうか。上昇まで来ました、劉備だいぶ大きくなりましたね。こうやって見るともうここは関策に任しておこうかな。カウもいるみたいだし、カヒはなんだかんだいけるのかな。だから毎回いけそうでいけないんだよな。いやー無理だな、曹操軍めっちゃ上いるじゃん。張飛は張飛だからここで戦ってんのか。陳留もすげえヘス、でも劉備軍の方がヘス多いんじゃないか。ちょっと我らはもう今諸葛亮高橋早いんでね、制圧してて他の2部隊ちょっと先行させてます。よし、今だ、今行けばちょうど諸葛ちゃんも追いつけるぐらいでしょう。いけいけー。お、観光隊は加工園の追撃、あ、やばい、観光とか負けてる張飛とか、あ、さっきここにいた部隊か。さすがに勝てないわな。おーっと、上等落としちゃいました。戦闘することなく落とせました。そうそう、武将不足か。ついに防衛すらできなくなってきてる。孫権軍めっちゃ洪水の被害に遭ってるな。すぐ下の課題も武将ゼロ人ですね。これもういけちゃうわ、いっちゃいましょう。次の報告します。そうそう、後ろがガラ空きだぜ。陳留ばっかり夢中になってたら他の都市落としちゃうよって言いながら、我らもね、他の都市大丈夫かな。課題落としちゃって、長安からは攻めてきてないですね。わあ、教師が裏切った。あ、課題出てきました、芝居4300。一部隊ぐらい取ってことないです。はい、敵部隊連関係使った後あっという間に解けました。もう一番の兵なんて可愛い可愛い。マジで宝刀は部隊長に設定した方がいいです。リュービグルがかなり増やしました。芝居だけじゃなくて援軍もろとも倒しました。芝居も捉えたぞ。いや、すげえペースでいけるな。陳留がマジでいい音になってくれてる。この間に我らはどん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 他のところ落としに行きます。どうしよっかな、牧羊行っちゃうか。もうきっといける気がする。ちょっとね、細かく操作していこうかな。炎はまだ大丈夫か。ちょっとだな、炎の変数がな、本当は残してたのに炎から出陣されちゃったからな。そこが不安なんだよな。お、勢力指名達成。ちょっと今全然命令が埋まってないな。牧羊は戦う兵ないでしょうこれ。お、加工派たち退却。お、孫権が可否制圧、おめでとう孫権。ようやく落としたね。孫権が一つ落とされたり、我ら何都市落としてるか。劉備軍が牧羊を制圧しました。よし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 、いいよいいよ。で、まだだ、まだ終わらんよ。私はどんどん行く。上はちょっと兵があるんだな。どうしよう、孫権もね、攻めるところを残しといてあげないといけないっていうのもあるんだよな。まあ陳留は劉備たちに任せておいて、ここは武将が0人、行も今誰もいない。チャンスだ、行っちゃおう。はい、劉備が陳留を制圧しました。すごいよ劉備様。よく自力で落とした。いいでしょう、私が陳留に移動になっちゃった。ちょっと待って、ここを制圧しようかな。お任せを。武将がちょっと1人戻ってきちゃったんですよね、行に。てか2人戻ってきちゃってる。報告します。こっちもひたすら攻撃してたから士気とかが上がりきってないんですよね。はい、敵が突っ込んできました。本当は陳留にしたかったのかな。
まあ一部隊だけなら余裕で倒せます。策を授けます。ついでに医療も設定して負傷兵回復しちゃいましょう。全軍敵を蹴散らすのだ。おっと本陣狙おうと思ったら敵が出てきた。これは敵もね本陣狙ってるんで危ないって言いたいんですけど、もうね砲塔の連関係が強いと分かった以上は大したことないです。砲塔を早く、砲塔が前に出ないと連関係が、これやっちゃえばマジで解けんの早いんで、この状態で総攻撃。次のもうあっという間に、あれでも思ったより早く兵が減らねえ。あれでも減った減った、なんか今急に一気に減ったな。もうこれで我らの勝ちですね。せいぜいちょっと士気でも上げとこうかな。咸陽の士気がめっちゃ低かったし。はい、本陣制圧、我らの勝利です。よしよし。しかしまだ2部隊来ている。やっぱりなんかここに行きたいんだ、だけど私が邪魔してるから行けないんだ。まあいくらでもかかってきなさい、相手になってあげるよ。我が策披露しよう。はい、孫霊さんも倒して終了。いやマジでもっと早く砲塔使っとけばよかった、めっちゃ強い。はい、周りの敵は全て片付けましたね。しかし行に来ようとしてるのか。劉備や張飛たちは動かないか。孫権も可否で一旦落ち着いてんのかな。いや牢屋だったかな、行こうとしてますね。そして気づいたんですけど、曹操軍が武藤を取ってますね。さすがにもう足りんと思ったのが、劉将軍すげえな。劉将軍にはねまだ一回も要請してないんで、要請しましょう。武藤を取ったことによってようやく曹操に対して要請ができます。戦う人じゃなくていないか、仕方ない。都州さん行ってきて。これでね劉将の兵も減ってくれたらいいですね。我々はちょっと行ではなくて信用を目指そうかなと思います。ここら辺劉備が勝手にやってくれそうな気がするんで、我らはこう迂回ルートでね援護しましょう。洛陽や河野もねそんな感じでゲットできたんで。はい、信用の戦いです。長江隊が突っ込んできました。始めましょう。数値は多いけど砲塔の連関係を使えばきっと勝てる。あちらへ。はい、あとはこの角合い倒して終了です。長江の1万2000も連関係使えばあっという間に溶けていきました。はい、これで終わりかな。終了。なんと押し負けたか。押し勝ちました。曹操軍よ。あ、徐行とか捕まえてるし、いつの間にか。やべえ、もうずっと出したままにしてるからな。えいえい、あー、信用制圧でーす。グッズ。よしよし、ついにね、河北まで手出し始めちゃいました。牢屋も戦闘入ってますね。一応、攻撃防御ともに孫権軍のが上ではありますけど、曹操の援護がすごいな、雪崩のようにいってる。まあ、その分後ろがね、隙だらけになると思うので、我々はこの信用からね、迂回して、これ何だったっけな、情報、都市、名前が忘れちゃった、巨力か。巨力とかをね、落として、もう河北を平らげてやりましょう。ただそれは次回やっていきます。今回は切りよくここでやめたいと思います。いやー、こうやってマップ地見ると、すごい我らの都市増えましたね。よかったよかった。最後に良ければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。このデータ、いける!私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。